いやめちゃくちゃ嬉しくて、で僕自身も小さい頃にヒーローに憧れてて、でこの芸能生活を始めたきっかけもヒーローになりたくて役者の世界に足を踏み入れたので、その夢が叶うっていうのでまず一つ嬉しくて、でなおかつ、まあ、あのウルトラマン55周年記念、そしてウルトラマンティガの25周年記念という記念作品のヒーローになれるというので、さらにこう嬉しさは増して光栄な気持ちでいっぱいでしたね。僕がヒーローに憧れてたのは4歳5歳の4、5、6歳の時に、はい、でも小さな頃からお兄ちゃんがいるんですけど、お兄ちゃんがそもそも特撮というものをこう見てて、で僕もこう物心つく前からお兄ちゃんの真似してテレビの前とかおもちゃで遊んだりとか、それこそソフビで遊んだりとかしてる中で、僕もこう興味持っていって、で本格的になるためにどうしようって思ってこう志していった感じです。それこそこの仕事、まあ、この慣れるって決まってからいろいろこう見ていく中で、トリガーもちろんこうおすすめしたいですけど、ティガの素晴らしさはよりこう感じたというか、とんでもない作品だったんだなっていうことは改めて見て、この年齢重ねて見ても、例えば撮り方とかもこんなパターンあるんだとか、なんか革新的な、テレビ見てるとは思えないようなこう撮り方をしてたりとか、そういうのでこうティガーってすごいんだなって思いましたね。今回の変身ポーズがまず長野さん、大吾さんのこのポーズをちょっとこう意識している部分がこうここの部分とかであったりするので、そういう動きのこう、まあ、類似性だったりとか、あとはそうですね、今回のこの、まあ、なんか健吾くんも普段は優しくて明るい青年なんですけど、いざこう敵を目の前にしたりとか、まあ、脅威に立ち向かう時にちゃんと自分の芯持ってたり、仲間とぶつかる時もこう熱く喋れるっていうまっすぐさみたいなものはすごくこう参考にさせていただいたというか、その切り替えみたいな部分でいくとより真中健吾は意識させていただきましたね。未来を築く希望の光、ウルトラマントリガー。変身のコツはですね、ここの動きはもうこれをひっくり返しの組みもこう感覚をこう掴むということなんですけど、一番大事なのはこの後でこう出して、この時にピシッと出して溜めながら未来を築く希望の光、ここのためがこう非常に大事というか、未来を築く希望の光ウルトラマン、一回ここでグッとしてから出す、この変身をするぞというため覚悟、この気合をここでグッとしてからウルトラマントリガーでぶつけてください。皆さんもぜひやってください。そうですね、健吾くんで言うと、まあ、今回この新人隊員で普段火星で過ごしてた健吾が自分の運命に気づいて、でヒーローとしてこう成長していく、ウルトラマンとして成長していくという、まあ、この成長過程みたいなものがすごく大事になってて、僕もそこはこう慎重にというか、そこをどう描いていくかみたいなことをより意識してやらせてもらってますので、どうかその健吾の回を追うごとに、人としてもそうだし、ヒーローとしてもそうだし、こうガッツセレクトのこの一員としても、どんどんいろんな思いが強くなったり変化していくその様っていうのを物語楽しんだりする中で感じていただけたら嬉しいなと。だから徐々にこう強くなっていきますので、
今回アクションが得意な坂本監督と一緒にやらせていただいているので、楽しみにはしていてほしいなと思います。きっとこの目が輝くようなアクションが見れるんじゃないかなと思います。ケンゴくんの言葉ですね。ケンゴくんがこう自分の育てている植物とか、あと周りの仲間に声かけるときによく言ってる、まあ、口癖みたいなものなので、ぜひこれは皆さんにもスマイルスマイルって言って、なんか頑張ってほしい、頑張りたい時もそうですし、日常でも誰かにこう向かって言う時とか、誰かのために動く時とかにもぜひ言ってほしいなって思います。いつかイベントとかでもみんなで言えたら最高にいいだろうなって思ってますね。ウルトラマントリガー、皆さんに勇気や夢、そして皆さん自身が希望の光なんだよということが伝えられる素敵な作品になっていると思いますので、7月10日から皆さんぜひ見てください。よろしくお願いします。絶対見てね。スマイルスマイル。